昨年9月からの延期の公開でついに満を持して劇場で皆さんに見ていただくことができますのでふだんだとあの一般のお客様とかも入ってる状態であのコメントさせていただくんですけれど今日プロの方のみということでえと年始にですねちょっとニュースなどがざわついて一瞬あ厳しいかなという気持ちになったりしたんですけれども。あの ここまで、ね、いろいろスタッフ宣伝等とあとアニメーションの方もスタッフ一生懸命頑張って作ったものがあまた伸びてしまうのかっていう本当にドキドキしたお正月でしたただし一応あのまあ幸いなことにというか映画館に来てあのお客様は映画を見ることができそうということになりましたので是非映画館で。 自らですね、あの感染対策を万全にしていらしてあのこの「美少女戦士セーラームーンエターナル」前編、まあ、続けて後編も見ていただきたいなと思っております、えー、今回の映画のテーマが夢ということになってまして何でしょうねその少女だった頃にセーラームーンを見てときめいた気持ち将来セーラームーンになるのっていう夢とか今 夢に向かって頑張っている夢に向かって勉強したりあの鍛えたりして頑張っている人そして夢がちょっと遠のいてしまって立ち止まっていたりあの方向転換しようかななんて思っている人もです、ね、この映画を見れば自ら自分の足で一歩踏み出せるような背中を押してくれるパワーを、えー、ともらえると思います。ぜひ ご覧になっていただいて、あのときめきとともにパワーをセーラームーンのあの星月のパワーをもらって明日への一歩になったらなと思っておりますので、ぜひ映画の方よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。